アルベルト・エルンスト・アントン・ベッカーは、ドイツのロマン派の作曲家。クベード・リンブルクに生を受け、ブライト・シュトラーセ20という住所で幼少期を過ごした。1853年から1856年に、かけて、ベルリンにて、ジーク・フリート・デーンの下で作曲を学び、1854年には、ベルリンジング・アカデミーに加入している。1861年に、 ベッカーの公共曲と団調が、ウィーン・ラク・ユー・教会公演の公共曲、作曲コンクールにおいて、32曲の応募作品の中から2位に選ばれたものの成功には至らなかった。エドアルト・ハンスリックは次のような寸評を寄せている。この作品には独自性、想像力、際立った個性が欠落している。称賛すべきは、通俗を避けた気品のある方向性。 巧みな芸術技法の使用、牢を惜しまない細部の磨き上げである。出世作となるとともに後に名声をとどろかせたのは、カール・リーデルがライプツヒで創設、運営していた合唱団の創設25周年にあたる1878年に移植された大未作曲編路団長であった。1879年、エルンスト・フリードリ・ヒリヒターの後任として、 ライプツヒのトーマス・カントルに応募するが、ビルヘルムルストに敗れる。1884年から、ベルリン芸術アカデミーにて教授、作曲の講師を受け持ち、同行の役員となる。最も著名な門弟は1889年から1890年にかけて、大位法を教えたジャンシベリウスである。また、ドイツの作曲家、パウル・グレーナーも、ベッカー門下である。 1889年にルドルフ・フォン・ヘルツベルクの後を継いでベルリンの大聖堂が師匠団の指揮者に就任した。1892年にルストの死去に伴い、ベッカーがトーマス・カントルの職に就けることになり、彼自身も何よりもこの栄誉に預かりたいと望んだ。ところが皇帝ビルヘルム二世は、ベッカーの離職の希望を受け入れず、代わりに給料を増額して、 メダルを授与したのである。ベッカーの祖父には、ストリートアエネジー協会で牧師を務めた文献学者のアルベルト・ゲルハルト・ベッカーがいる。また、作曲家のギュンター・ラファエルは彼の孫にあたる。ビーバー写真スタジオで撮影された、ポートレート1895年頃、注釈出展。ありがとうございます。